リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは、夏です。カメラマンの山ちゃんです。今回は、はい、夏ゴルフボディメイク奮闘記さんにご出演いただきました。え、全部言うんですか？はい、なっちゃんです。はい、なっちゃんでお願いします。はい、まあ、これからなっちゃんには、ここ大紫ゴルフクラブを9ホールラウンドしてもらいます。はい、ミッション、ゲームと言いまして、はい、20個以上まっすぐ埋められたらアマゾンギフトカードを3000円分プレゼントしております。欲しい。まだ誰も達成してません。達成してないんかい。暑いですが、はい、はい、頑張ります。はい、これはノースリーブで来るべきだった。マジで秋素材で来ちゃいけないですね今日。あ、ウェア紹介。今期の狙ってる、この人狙ってる。今期のテラメド AW コレクションです。レイナちゃんが着てたやつです。秋素材で可愛いです。どうやそれだけかな。あとコールハンも今期かな。グリーンで合わせました。緑。あ、本当だ。おう、こんなんです。これでうまいですね、組み合わせ。なんかこう、はい、ブランド全部ブランド統一じゃなくてこう、はい、ね、あれでもこうしっかりこう色合わせでしてきました。これで埋まるんじゃない。3000円に近づきました。はい。ホール紹介ってでもやってるんですけど、うん、パー4375ヤード。はい、でここ、こうだからこうやって打っていきますまで行ってホール紹介です。なるほどね。先が見えないのでまっすぐ打ちます。適当。ほんと適当だよね。私2人とも適当だと番組になるのかしら。二人ともって言ってんだけどな。でしょう。聞こえちゃったよな。巻き込まれたんだけど。いや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 。うん。うん。いいよ。よいしょ。Yes yes yes。OK です。そう。騒いだ割にまっすぐ行きました。オッケー。真ん中狙おう。あー、転んだ。消えちゃった。どこ行ったんだろう。全然あるでしょ。全然違うところに。開けてるから。はい。安定のって言っといて。全然。え、なっちゃんゴルフはいつからやられてるんですか？うん、2018年からなんで5年ぐらいはやってるんですけど、うん、めっちゃ毎日練習してたぐらいに妊娠が分かりまして。あ、はい、始めたぐらいってことか。はい、そうですね。1年ぐらいちょうど楽しくなった時、ハマった時ぐらいに。そうだよね。一、ね、回ちょっとお休みだね。お休みしてもう妊婦中もやってたんですけど。うん。はい、あった、ね、それで離れて、でやっぱ出産減ると全然ゴルフに行く時間も機会もなくなっちゃうので、そこでちょっとなんか苦しいというか、もうちょっとゴルフやりたいなって思ったのが今の活動のきっかけにはなってますね。結構そういうママさん、塞ぎ込んじゃうママさんも多いのでね、好きなことやれたらいいなと思ってママゴルファーを打ち出しました。ラフ深いよ。どうしよう、飛ばなそうだな。あ、やっぱり、うん、でもあ、でも結果、結果ざっくりちょっと。うん、花道。ゴルフをやろうと思ったきっかけって何なんですか？本当ね、やったきっかけが幻冬舎ジンジャーっていう女性誌のゴルフチームに入ってます。で今11期ぐらいまで行って。そんなに行ってるんだ。延べ250人ぐらい今
リンジャーゴルフチームがいるんですけど、それの3期で活動し始めました。そうだよね、仲間がいきなりいるからやりやすいよね。そうそう、やりやすいのよ。なるほどね、そういうことか。そうそう、なかなかほら女の子のさゴルフ友達を見つけるのって最初大変じゃないですか、うんうん、そっかそっか、それだったら早いもんね。そういったところにやっぱりサポートもしてくれるし、うん、足突っ込んじゃうと楽しいと思います。それ楽しいですね。女性は、はい、確かに今でも募集してるので、あの半期に1回、うん、興味ある方は。うまい、いいよ高さ。イエス、おピタ、よしよし、ナイスです。いいんじゃないですか。お、見せ場。わあ、見せ場です。イエス。いや、むずっ。強いの？方向違うし。ね、なんで外すの？ごめん、しかもそれをオッケーでよかった。オッケーでよかったんかい。何よ私。ごめん、なんかちょっと熱中症だった。得意の？ダメだよ。これだから100切れがすぐできないんだよ。くそ。何パットしてんの？シックスパッドしてます。それ面白い。シックスパッド。ゴルフは毎月どのくらい行かれてるんですか？ゴルフは今は月1、2ですね。なかなかちょっと子供を預ける調整が確かに難しくて、やっぱりラウンドに行けるママさん少ないなって思ってます。そうそう、てか平日、うん、お仕事されてますもんね。平日 OL です。そうだった、はい。それだったら行けてる方じゃないですか、うん、月 1,2 回 そんな遠くね。115、あれ左右だよね、115。遠いな、変えようかな。変えます、すいません、はい、ユーティリにします。はい、ナイスショット。すごいいいよこれ。え、あ、ちょい奥か。でもめちゃめちゃあれでした、左右が重なりました一瞬ね。飛びすぎだった。まあでもピンが手前だからしょうがないよね、うん、それで多分番手を通すと今度逆に届かないんだよ、うん、届かない方がいいのか、こういう時逆に。あと、いい当たりでしたよね。うん。いいじゃないですか。大丈夫です、大丈夫です。乗ってるんで。あれ、あれ。いない。で、あれダメだよね。ヘリ？なんて言うんだっけ、あそこ。カラー？エッジ？カラー、エッジ？うわ、しかもめっちゃ遠いじゃん。こっち狙いのがいいのか。じゃあ、あの坂を狙って、打つイメージだな。よし、レッツチャレンジ。でい、そこで下る。おお。うん。あ、下んだ。うん。でも作戦的には合ってたでしょ。うん、きっと。難しいよ。くそ。12、1、2、3。あ、強い。おやだー、スリーパッド祭りじゃん。あれ狙ってるんでしょ。え、振り狙ってるんでしょ。何パッドですかの振り狙ってるんでしょ。シックスパッドですって。うまい、あれ、オッケー。優しい。入ったと思った、でも、うん、入ったと思った、強気で入ったと思った。さあ、やべえぞ。本当にシックスパッドになってしまうよ。シックスパッドなんないから大丈夫だよ。ダボ祭り女子になっちゃうじゃん私、ね、もうインスタ女子さんみんな上手いんですよね。
うまいよね。そう。本当なんかこう、うん、やってかね、飛ぶんだよね、みんなね、なんかね。すごい、ね。なんかインスタつながりで、あの仲良くなったゴルフ女子さんと行くと、大体みんなうまい。うん、あ、ちゃんとゴルフしてるんだって本当思う。遊びでやってないよね、みんな。そう、よいしょ、いい、イエーイ、あ、バンカーでも入っちゃったら嬉しいんじゃない、いいショットだったもんバンカーがいらっしゃったよ、入ってないといけない、うん、あ、でもあそこだったら大丈夫じゃないかな、いや、手前かしら、うん、69 8、 これで軽めで、軽すぎダブったティーと変わらないね、34、何も言わないでください、ほんと今日何回叩くんだろうね、私は。うん、止まった止まった、いや、はまってますよこれは、はい、撮影に、はい、撮影のミスはできない、とりあえず乗せとこうかみたいななんかそのさまよいでこうちょっとこうショートするみたいな優しくなっちゃって罠にはまってんのかダメだね、そんなことに負けちゃダメだね、あ、これはいいよ、はい、ナイスです、寄せた、OK、ナイス寄せ、うん、イエス、うん、やっと入った集計結果、はい、あ、集計結果、あ、いや、違う、さっきの、はい、ドライバーいいショットでした、はい、ちょこ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 超簡略されてるトン、OK、ダブでした何その音声案内的な新しい解説だね、はい、ダブです、ダブ祭りです、もう7が好きみたいですね、そうですね、ラッキーセブン、クラブ紹介がありまして、はい、そう、なっちゃんのクラブこんな感じですね、汚なドライバーが結構珍しいんですよね、はい、フライングキャットって言って、はい、結構飛ぶんですよこのドライバー、うん、そう、珍しい、フェアウェイトとユーティティがヤマハですね、はい、タイアンかブリヂストン、ブリヂストンです、違う、ミズドンがアプローチ入って、あとこれがね、うん、残り、でも基本ブリヂストンにヤマハに猫さんね、猫さん叩いた時の音がすごい爽快、野球音みたいな音がするんで、どのクラブが一番好きですか？ユーティリかな、インプレス、すごい打ちやすいです、うん、かな、そうだよね、うん、フェアウェイとは難しいけど、これだとね、うん、そう、比較的打ちやすいし飛ぶし、そうそうそう、私好きです、確かに、6番ホールまた上がりですね、左狙いで行こうか、体力もだいぶ落ちてきたんで振り切らねばですな、ふう、うん、よし行きます、うん、ナイスショー、いるんじゃない、いいよ、ドン、お、フェアウェイ行ってそう、いい、やったー、イエーイ、イエーイ、いい当たりでした、音聞こえました、結構カツンって、うん、なんかキーンって、なんかこう、甲高いっていう、甲高い、打ったって感じの、そうそうそう、よいしょ、ピンまで189ヤードです、遠いね
189ヤード。でも真ん中なんで打ちやすそう。遠い。え、ロングでしたっけ？ポール大丈夫ですか？はい。ポール。あ、回れと？違う。あ、取るって。当たっちゃわないかなと。当たるかな。一応見ときます。そうですね。すいません、ありがとう。当たるかな。近い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 。カットしてください。好きって言ったのにこのクラブ。残念。いいとこ見せられない。いやでもティーショットいいじゃないですか。よしよし。さあお気に入りのユーティリティです。めっちゃ。めっちゃ圧かけてくるこの人。失敗した後にすげえ圧かけてくるのね。よし決めてやるぜ。ほら。よいしょ。おー。どうや。どうや。いいよ転がった転がった。いけ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 。おお。僕あのあれ好きですけどね。あの乗らない方が帰ってなんか。ああ。うん。なんか苦手です。苦手ねあの距離ね。そう。距離感がよくわかんないから。わかんないわかんない。いいじゃないですか。よかったよかった有言実行やっとできたわ。マジ。さっきめっちゃ恥ずかしかったの。なんで？だってなんかこれが一番好きですって言った後に超ったの。ねえ。圧かけていただいて打ててよかったです。圧かければいいのか。そんなことはない。本当。どうやって圧かけようかな。これどうしようか。これ何で打つ？パターのがミスは大きいミスはないはず。そうですね。なんでこれぐらいで打つか。1、2、3これぐらいでいいかな。1、2強い？うん、意外に来ましたね。え意外になんかもうちょいなんか失速するかと思ったけど、うんうん、意外と登ってるから、うん、このコメントしづらい球を出しなことないよ。いやだってそれ 入ったら逆にさ、うん、もう毎回もうおおってなっちゃう。そうだねそうだね、うん、優しい。それが入んないとコメントしづらいですね。あ、プレッシャープレッシャー入れた。さらっと入れたよ。なめたよね。オッケーっす、オッケーっす。なめたよね。次行きましょう、次行きましょう。忘れましょう、忘れましょう。何なの？ちょっと勘弁してくださいよ。あれでしょ、潰しに来たでしょ、僕のこと。来てない、来てない、来てない。そんなね、上手じゃないから、私。潰しに行けるほど上手じゃないです。